はい、どうも、大悟です。というわけで今日もやっていきたいと思うんですが、本日のテーマはですね、洗脳についてやっていきたいと思うんですけれども、悪用は禁止です。なぜかというと、まあ、いわゆる洗脳の効果って限定的で短期的なんですよ。ただ、悪用しようと思ったら多分、まあ、洗脳までいかないけど、マインドコントロールぐらいのレベルまでだったら、今日の知識だけでも十分できてしまうんで、まあ、一応それだけ気をつけてね、という感じです。実は科学的に洗脳って立証されてないんですよ。その人の今まで持ってきた信念を粉々に砕いて、心身喪失の状態まで落として、新しい考え方を植え込むんですよ。お前の今までの考え方、人生は無意味で意味がないもんなんだってことを叩き込むわけなんですよ。で、これを繰り返し行うと、自分を疑うわけですよ。皆さんの周りでも起こりうるんですよ。相手に罪悪感を与えまくります。罪悪感とか恥を感じやすい人って、コントロールしやすくなっちゃうんですね。かつての友人とか家族とかを責めろと、暴露をやれと。これによってアイデンティティがさらに破壊されます。ここで完全に心がぶっ壊れます。で、まあ、ただ、まあ、一応こういうね、心理学的なテクニックっていうのをいい方向に使えば、ある意味、なかなか説得できない人をですね、説得するために使ったりとか、誰かをいい方向にね、すごいこう、頑固で、考え方を変えない人をいい方向に変えたりすることもできる場合もあるし、あとはダークなテクニックでも、それを知っていれば、なんだろう、こう、自分がね、それにこう、はまらないように、自分とか自分の大事な人たちを守るためにも使えるので、まあ、そういう意味も含めて今日はですね、解説していきたいというふうに思います。はい。まずは一番最初今日ご紹介する研究は、ペンシルベニア州立大学のロジャー・フィンケ博士という方のですね、レポートをご紹介したいと思います。はい。この方ですね、社会学とかと宗教学が、専門なんですけれども、この人もやっぱりメディアでよく宣伝されてるような、紹介されてるような洗脳はもう全く存在しないというふうに言ってるわけなんですよ。すごいですよね。洗脳ってないんだと。はい。ただ、これなんでないかっていうと、いわゆるこうみんなが思ってるほど洗脳は強力じゃないんだけれども、軽めなマインドコントロールとかには使えるぜっていうそういう話なんで、まあ、ないから意味がないというわけではないんですね。じゃあ実際にどうなってるかっていうと、まあ、例えばま、今回の小林真弥さんの件とかもそうですけれども、統一教会の時にもさ、やっぱり芸能人が洗脳されたみたいな話とか、X ジャパンのトシさんの洗脳の話とか結構話題になりましたけど、そういう時のメディアの見出しを見ると、例えばじゃあ、特定のね、政党、じゃあ例えばナチスだったりだとか、あとは宗教とか、あとはこうね、新興宗教みたいなハマっちゃって占い師にハマったりとか、そういうのを誘導するのが洗脳だというふうなことをメディアではよく言われるんですが、そういった洗脳手法は実は科学的には存在しないんですよね。意外ですよね。一般的に言われている洗脳っていうのはそこまで強力な相手の信念を完全にぶっ壊すものではなくて、特定の心理学的な操作とかテクニック、こういったものによって特定の人の意見を完全に変えるっていうのがやっぱり洗脳のイメージなんですけども、そういうテクニックは実際にはですね、存在するということが科学的に確認されたこと一度もないんですね。実は科学的に洗脳って立証されてないんですよ。まあ、とはいえ、やり方はあります。だから、いわゆるみんなが思ってるほど強烈な洗脳みたいなテクニックっていうのは、もう本当になんだろう、映画の中とか、ストーリーの中にしか存在しないんだけれども、社会心理学的なテクニックを使って、近い効果を与えることはできると。ただし、そんなに強力な効果じゃないよって話なんですよ。とはいえでも、戦時中はですね、いろんなこう洗脳研究というのがありました。もう今出てますけど、結構面白くて、洗脳にはですね、実は10個のステップがあるんですよ。自分がやられないようにするためにも、結構いいテクニックだと思います。実際戦争中ってね、もういろんな国が洗脳を研究したんですよ。できるんじゃないかと思って。でも今は、なんかその洗脳で、より軍事レベルで使えるほどの洗脳のテクニックっていうのは存在しないよねってのが、まあ今の主な考え方だから、どちらかっていうと、それこそゼレンスキーさんみたいに SNS とかうまく使う人の方が国民感情を動かせるわけなんですね。大衆洗脳のテクニックの方が大事になってくるかもしれませんね。そういう意味で言うとね。はい。で、戦争下の、戦時中のですね、洗脳研究なんですけど、基本的にはですね、本来僕らが持ってる自己意識、自意識っていうのがありますよね。自分はこういう人間とか、今までこういう常識を信じて生きてきたみたいなのあるじゃないですか、僕らって。で、これをまず攻撃します。で、その人の今まで持ってきた信念を粉々に砕いて、で、心身喪失の状態まで落として、で、新しいイデオロギー、考え方を植え込むんですよ。で、これで信念を変化させるというのが、一応洗脳という考え方で、これの研究が多くされていたのが戦時中ですね。実際にですね、1950年代、後半とかにはですね、心理学者のロバート・ J ・リフトン博士という方がですね、まあ、朝鮮戦争とか中国の戦争中の、まあ、収容所ですね、こういった捕虜を研究して、洗脳が本当に行われていたのかということを調べたんですよ。で、もちろん効果は限定的なんだけれども、洗脳は行われていたというのが一応この研究
究の、まあ、答えですね。まあ、ただこれポイントがあって、じゃあ洗脳されて一生ね人格が変わっちゃうかっていうと戻ってこれるんです、実は。だから捕虜は一時的に洗脳されて情報喋っちゃったりとかするんだけど、解放されて本国に戻って、しばらく経てば元に戻るわけなんですよね。だからいわゆる洗脳してスパイとして送り込むみたいなのが昔ね映画とかでありますけれども、あれはないんですね。そう、あれが効果なかったからみんなやめたんですよ。はい、っていうのがあるので、たださっき言った通り環境が変わらなければ洗脳状態って解けないので、いわゆる洗脳状態ってのは解けないので、あの例えば自分が旦那さんとか家族とかそういうものに籠絡されて、精神的にも追い込められていて洗脳されてという場合は、その環境を変えてあげないと変わらないんですよ。そこだけ一応気をつけてください。はい、一応この研究ではですね、リフトン博士の研究では実際に捕まっていた捕虜たちがですね、あの自意識の攻撃に始まって信念の変化で終わるっていう、さっき言った自分の本来の人格を壊して新しいですねイデオロギーを植え込むみたいな、そういう多段階のプロセスを経て洗脳が行われていたってことが実際に判明したわけなんですよね。実際にですね、このリフトン博士は10個のステップに分けていわゆる洗脳というものをですね、解析しています。はい、まずは一つ目のポイントですね。はい。まずは一つ目が、アイデンティティへの攻撃という風になるものです。はい。これどうなるものかっていうと、まずは、人間って、自分のアイデンティティ、自分はこういう人間、これを信じてるってのが、皆さんもそうだと思うんですけど、ありますよね。で、これをまず徹底的に攻撃します。で、しかも、これポイントが、組織的に攻撃します。つまり、寄ってたかって、その人の考え方を否定したりとか、寄ってたかって、その人が間違ってるんだと、お前の今までの考え方、人生は無意味で意味がないもんなんだってことを叩き込むわけなんですよ。ブラック企業とかでもこれ行われてますよ。結構ね、なんかさ、やばいさ、会社とか企業とかってそういうのありますよね。なんかほら、新人研修っていう名目でなんかすごい山奥とかになんか閉じ込めて合宿とかやって、もう考え方をこう攻撃させたりとか、やばい自己啓発のセミナーだと自分の今までの誰にも言えないような失敗とか悲しみとか、子供の頃のトラウマみたいなのをまあでっち上げでもいいから発表するみたいなことをやらせて、でそのアイデンティティを攻撃するみたいなことをやったりとかしますけれども、まあ、このアイデンティティの攻撃っていうのは一個のポイントですね。だからモラハラとかパワハラとかやっちゃう、まあ男性とかも奥さんとか女性に対してこれ結構やりますね。あとはあのね、もう嫁姑問題でも結構このアイデンティティの攻撃っていうのは結構起こります。で、これを組織的にやった場合っていうのが洗脳の入り口になってくるわけなんですよ。例えば、相手がボランティアを頑張ってる人だという風にしましょう。そしたらどういう風に攻撃するかっていうと、君はボランティアを頑張ってる人に対していいことをしてるっていう風に思いたいだけでしょ。そう、偽善でしょ。だってボランティアをすることでこんなメリットも得ていて、あなたは本当に意味でもボランティアではないですよみたいな風に糾弾するみたいな。要するに本人の一番こう自分はこういう人間だって思ってるところを、いやいやお前違うぞっていう風に否定していくっていう、こういうやり方がアイデンティティの攻撃ですね。はい、これを繰り返し繰り返し行います。で、これを繰り返し行うと、自分はどういう人間なんだ、何のために生きてるんだみたいなことをどん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 その感覚を失ってっちゃうんですよ。自分を疑うわけですよ。で、当たり前なんだけど、完全な善人なんていないですからね。そう、だから例えば、ね、お前はなんかいい人をぶって実際偽善してるんだって言われても、そこで認められりゃいいんですよ。いやいや、まあそうだけど別に何かみたいな、切り返せるといいんですけど、完璧主義な人とか頑張ってる人ほど自分をちゃんとしなくちゃって思うんですよ。特に自分の強烈に持ってるアイデンティティだけは絶対守らなくちゃ、自分のイメージはこう守らなくちゃって、芸能人とかそうですけどねって思ってる人がいるんですけど、こういう人に対して実はこのアイデンティティの攻撃って効くんですよ。そう、そうすると自分が誰なのかっていう感覚をどんどん失っていくんですね。で、それでメンタルが不安定になっちゃうってことなんですよ。で、この自意識というか自己意識がですね、とかアイデンティティですね、これを失うことっていうのは、いわゆる自分の信じてる信念とか価値観が弱体化するっていう現象も起こしちゃって、結果的にどうなるかっていうと、今まで信じたものがなくなっちゃうと新しく信じるものを求めるんですよ、人って。で、これが結果的にですね、洗脳とかそういったマインドコントロールが入り込む隙を与えるんですね。だからまずは相手が持っている自分というものをぶっ壊すところから始まっていきます。だから、いわゆる戦争中の洗脳の話と思いきや、皆さんの周りでも起こりうるんですよ。だから変な詐欺師に騙されちゃったりだとか、まあ、芸能人なんか特にそうですよ。芸能人って売れてない時ってね、詐欺とかに合わないんですよ。売れてない時って変なね、霊能力者に引っかかったりしないんですよ。なんでかっていうと、アイデンティティが形成されてないから、あんまりちゃんと。で、大きなアイデンティティができて、で、自分がそれにすがってる時にそれをぶっ壊されたりとかすると、もう依存的になっちゃったりとかするので、そういうパターンも結構あるわけなんですよね。 DV とかする人も結構これを狙ってやってたら怖いけどね、やってるわけなんですよ。はい、では続いて二つ目です。二つ目がですね、アイデンティティをある程度攻撃し始めたら、そこから何をしていくかっていうと、相手に罪悪感を与えまくります。はい、これがすごく怖くて、カバートアグレッションって言って、いい人のふりをして近づいてきて、皆さんの情報をひたすら引き出して弱みを握ったところで急に態度を変えて皆さんをコントロールし始めるやつっているんですね。で、このコントロールがうまくいかないって分かるとどうなるかっていうと、脅してくるわけですよ。罪悪感を与えて皆さんをコントロールしようとしてくるんですね。はい、これがマインドコントロールの世界、洗脳の世界でも行われます。常にですね、相手
手のあのアイデンティティを攻撃しながら、相手が何か悪いことをしたんだってことを伝えていくんですよ。お前は悪いことをしてると恥ずかしくないのかっていうふうに恥の感情を育てていくわけなんですよ。でこれなんでかっていうと、罪悪感とか恥を感じやすい人ってコントロールしやすくなっちゃうんですね。だから実際に宗教とかって必ず罪の意識ってのを与えますよね。人間には生まれ持っての原罪があって罪があって、それを償うためにはうんぬんかんぬんみたいなことをよく言うじゃないですか。いろんな宗教がね、あれは実は罪悪感を感じてる人って影響されやすくなるからなんですよね。こうやって分析していくと結構面白いでしょ。はい。っていう風に相手になんか恥の感情を植え付けていくわけなんですよ。でこれも繰り返します。でこれを繰り返していくとどうなるかっていうと、やがてほとんどのこと、あらゆることに対して恥を感じます。自分が何をしても悪いことをしている、自分は何をしてもダメなんだっていう風に自分を責める感情を作っていくんですね。これが二つ目のポイントです。自分を責めてる人は無意識に救いを求めるので、外部に結局ですね影響されやすくなっちゃうんですよ。怖いですよね。だから結構ねうまくやっているんですよ。はい。で、続いてですね、三つ目ですね。三つ目のポイントが裏切りです。はい。これはね、多分今回の小林麻也さんがもしですよ、まあ洗脳というかマインドコントロールとか、そういうものの影響を受けているのであれば多分起きているんですけれども、相手にですね、かつての友人とか家族とかを糾弾することを強要します。要するに、かつての友人とか家族とかを責めろと。暴露をやれと、言ってくんですよね。はい。で、こうやって共有するとどうなるかっていうと、最後の頼みの綱なんですよ。友人とか家族っていうのは、皆さんのアイデンティティが崩壊したりとか、罪とか罪悪感の意識を感じて塞ぎ込もうとしてるところに、後ろからポンって肩を叩いてくれて、大丈夫だよお前みたいな、俺もひどいしさ、っていろいろあったしさ、ってさ、一年くらい経ったらみんな忘れてるって、みたいな風に、ポンポンって肩を叩いてくれる人がいるかどうかが超大事で、これがいない状態でマインドコントロールを受けると、どうなるかっていうと、道がなくなっていくわけなんですよ。で、道が、その逃げ道がなくなったところで最後の逃げ道を出す時に使うのが裏切らせるんです、自分から。でこれによってアイデンティティがさらに破壊されます。人間のアイデンティティっていうのは自分がどういう人間かっていうのとだけではなくて、自分が誰と付き合ってる人間かっていうのでアイデンティティを判断するんですね。例えば自分の友達だったりだとか、あとは恋人とか、これも実は大事なアイデンティティの一部なんですよ。だからね、失恋の痛みって結構皆さんもねしんどいと思うんだけど、失恋の痛みってあれアイデンティティ喪失の痛みなんですよね。自分は誰々の恋人、彼女、彼氏っていう、そういうですねアイデンティティが一個なくなるので、これは結構ダメージとしてはでかくなるんですよ。でこれを無理やりやるわけなんですね。すごいですよね。最後の逃げ道を断っちゃうわけなんですよ。でこうするとさらにアイデンティティが完全に破壊されて、罪悪感がより強化されると。でそれと同時にですね、過去から切り離されていくんですね。つまり大事な人とかそういう人たちとの、関係をぶったりられるとどうなるかっていうと、思い出とかなくなっていくわけですよ。思い出とかもその辛い思い出になってきますよね。そう、あれが嘘だったんだ、友達とか家族と過ごした大事な時間は全部まがいものだったんだってなるわけなんですよ。こうやって過去から切り離していくことによって、新しい人格を形成する土台を作っていくというのがマインドコントロールのテクニックなんですね。そして続いてがですね、ブレイキングポイントがここで訪れます。この3つですね、今言った、3つ、アイデンティティへの攻撃、をして相手の信念とかをボコボコに壊しながら、罪悪感と恥の感情を植え付けて、そして最後の頼みの綱である家族や友人を裏切らせるということをやらせると、ここで完全に心がぶっ壊れます。でぶっ壊れたところから洗脳が始まるわけなんですよ。で、まあ一応ですね、ちょっと、まあここまではね、結構皆さんもね、普通に嫌なやつというか、ブラック企業とかやられるんで、これやられ始めたら気をつけてねと。自分の心が揺らいじゃうんで、不利な条件で仕事を飲んじゃったりだとか、相手が言ってることとか論理がめちゃくちゃでもですね、相手の、言ってることに影響を受けちゃうパターンがあるので、この3つやられ始めたら気をつけてくださいね。はい。なんだけれども、ちょっとこっから先はかなりダークなテクニックになりますんで、ちょっと YouTube からね、文句言われても困るので、一応ブレイキングポイント以降のですね、洗脳のですね、ステップに関しては、概要欄またはコメントの方からぜひ D ラボの方でチェックしてみてください。